短絡は電気回路の2点が相対的に低いインピーダンスで電気的に接続される状態。英語で短絡を意味するショートサーキットからショートまたはショート回路とも言う。ショートはこれの日本式省略である。ショート回路は回路内に電球やモーターなどの大きい負荷がなく電源の正極と負極が直接導線で結ばれているような状態を言う。 短絡した状態では、回路内が加熱したり、電池の消耗が激しくなる。また、短絡が火災の発生原因になることもある。長い導線のコイルを利用した、電磁石やニクロム線などの電熱線は、原理的には、ショート回路と同じもので、コイルには発熱する性質があるほか、電熱線は発熱することを前提に作られたもので、ある。短絡が生じた場合、 回路が誤動作したり、回路に設計値を超える大電流が流れたりするため、半導体、抵抗器、コンデンサなどが異常発熱し、焼損することがある。高温による火傷、発炎による有毒ガスの発生、部品の破裂などの危険を伴う。情報機器の場合、誤動作によるデータ消失があり得る。短絡により、部品の破損が生じた場合、 その部位を特定することが難しく、修理に手間取ることが多い。異物の接触、編集電子回路基板上の端子をドライバーでコインに短絡させた様子。金属製品やウィスカー、リード線の切れ端などが回路に接触することにより短絡が生じる。接続部分がむき出しになっているコネクタ、端子類、プリント基板のハンダ付けされている面などで起こりやすい。 災害や事故などで損傷を受けた、加減製品、鉄道車用、電気自動車などから発火する、通電火災の一部もこれに含まれる。配線処理の不都合を、編集電線の接続において、より線を用いた場合に、細い線の一部がはみ出すことがあり、それが短絡の原因となる。配線処理を確実に行うことが重要である。ハンダ付けの不良。 編集プリント基板などにおいて、ハンダ付けの際に、ハンダの量が多すぎたり、ハンダが跳ねて飛び散ったりなどして、本来なら、接続されていない配線部分が、ハンダにより接続されることがあり、短絡の原因となる。複雑な回路の場合、それらを電気的に確認することは難しいので、目視による確認が重要である。ご接続、ご動作、編集コネクタ。 端子等に電線を誤って接続したり、スイッチ等を誤って操作したりすることにより、短絡が生じることがある。コネクタの一部には、着脱の際に配線が短絡する構造のものがあり、電源を入れた状態でコネクタを着脱すると短絡を生じる。一つの入力を多数の出力に切り替える、切り替えスイッチの一部には、操作の際に出力端子間が短絡する構造のものがあり、 電源を入れた状態でスイッチを操作すると短絡を生じることがある。必要に応じて短絡しない構造のスイッチに交換するか、設計や操作の際に配慮する必要がある。部品の劣化、編集を主に電源回路において、コンデンサが劣化によって、絶縁抵抗が低下し、漏れ電流が流れて発熱し、さらに劣化が進んで、コンデンサの内部で短絡が生じることがある。 対策としては、ヒューズやブレーカーなどによる保護、定期的な点検、交換が挙げられる。科学実験では蓄電機の内部の電気を放出させるのに短絡が利用される。ABCDE、観察、実験時の安全管理、安全指導。札幌市、2020年3月18日閲覧。ありがとうございます。